診察の時よく使うレンズについての説明です。この 20D っていうのと、14D っていう、どこ書いてあると思うんですけど 14D で、あとはスーパーフィールドっていうレンズと 90D っていう、まあ大体これがそれぞれの診察室に置いてあります。で、この 20D と 14D っていうのは、ここにある透像鏡を使って、これは単眼透像といって、片目で、眼底の所見を見るものですね。で、とっても便利でさっと使えるっていうメリットがあるんですけど、片目で見るため、眼底、目の奥の所見を立体的に見えない、平面的にしか見えないっていうのがデメリットです。一方でこんな感じになっている双眼透像鏡、こんな感じでですね、これを頭にかぶるやつなんですね。例えばこんな感じでかぶって見るんですけれども、ここで光を出して、まあこれを使って双眼透像で見ると、まあ立体的に患者さんの目を確認することができるっていうのがメリットです。ただ頭で付け外ししなきゃいけないっていうのがあるので、まあ網膜剥離など目の奥の詳細な状態を見たいとき使うもんですね。で、このスーパーフィールドとか 90D っていうのは、スリットランプ、これで見るときにその状態で眼底を見るっていうものなので、この肘台に肘を置きながら目の奥を観察するという形で使うのが一般的です。